1953年の太陽小区ロビンスでは、1953年の太陽小区ロビンスの動向をまとめる。この年の太陽小区ロビンスは、小西徳郎監督の2年目のシーズンである。前年、セリーグ再開に終わった小区ロビンスが、太陽ホエールズと合併し、この年から太陽小区ロビンスという名称となった。名目上は、 対等合併であるが、翌シーズンいっぱいで小畜が経営から撤退しており、実質的には九州合併である。チームは4月を13勝12敗1分の貯金1で、終えるが、5月に7勝12敗1分と負け越して、巨人などに突き放された。5月以降広島と4位争いを演じるが、前年から順位を一つ落として5位に転落し2年ぶりに、B クラスに転落。 投手陣は、新人の権藤正俊が、チーム最多の15勝、高野博史陵が12勝を挙げるも、投手陣の大黒柱、枝隆氏が7勝にとどまり、チーム防御率は4.10、のリーグ再開。打撃陣は、巨人から遺跡の青田昇、る、プロ野球早々期から活躍の藤井勇、岩本義行などが検討したもの、チーム打率。246は、リーグ4位。 優勝の巨人に37.5ゲーム、2位の阪神に21.5ゲーム、離された。カード別成績では、広島に同一カード6連勝を2度記録するなど19勝7敗と、勝ちまくったが、巨人戦に弱く5月中旬以降同一カードも、連敗以上を2度記録し、4勝22敗と、負け越し B クラスから脱出できなかった。小西監督は不審の責任を取り、 この年限りで辞任した。ありがとうございます。